ゆなです。いろりです。ゆめかです。アリアです。ピンク。ロテ。TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日はですね、ゆるい動画です。パジャマパーティーをしたいと思います。イエーイ。ピンクラテにパジャマあるんだね。今着てるのはピンクラテのパジャマなんですけど。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。パジャマにまつわるエピソードがありますか？シルクのパジャマが欲しいってずっとママに言ってたんだけど、うん、シルクのパジャマって何？シルクの生地、つるのそうそうはは、私は誕生日にプレゼントで新しいモコモコのパジャマ買ってもらいました。いいねちょっとこれ開けていい？いただきますいや、みんなさ、お泊まりパーティーするとき何食べる？ほめかん前コストコパーティーしたらめっちゃコストコのもの買って、友達と果物食べる。私はおしゃれだね。チョコフォンデュした。私も果物やった。本当？お泊まりでした。やったことない。ピンクラテ TV のお泊まり、ゆなちゃんとアリアとしたことあります。キラチャレの前にメイカちゃんと私でお泊まりした。そう、来たよね、一緒に。アリア嫉妬してた、めっちゃ。私、誰とも泊まったことない。マジ？現メンバーは誰もないんですよ。マジ？なんかせっかくのアリアとお泊まりでめっちゃ喧嘩してそのまま喋んなかったの。朝仲直りして一緒に味噌汁食べました。プリッツ、ね、みんなは何のポテト好き？炭酸の醤油美味しいよ。あ、食べたことある。美味しくない？甘おいおい学校友達とかとお泊まりする？夏に一回した。私、あのキラチャレの前のフィメイドに泊まった時にめっちゃね、縮まったよね。あ、距離ね、うん、お風呂の様子をこれずっとえ、あ、そうそう、脱衣場は黒いのにお風呂だけちょっと薄暗い。黒いよね。で、怖くてガラス張りなのにユナちゃんにいてもらったの。状況を想像したらだいぶおかしいよ。最近ひめかがジルジルうるさいんですよ。ジルがさずっとジルのカードがさ、あ、バレンタインのさ、ジルの、わかる？ジルの。私、自分からチョコレート買わないようにしてるの、怖いから。なんで怖いの？自分がチョコレート食べると暴走するの分かってるから。なんで暴走したの？好きだから食べちゃうの、いっぱい。うわじゃあバレンタインだけど、もうすぐ。そうなの、もうバレンタインで、うわエラリにはクッキーをあげましょう。友達とさ、お泊まりしながら映画見たくない？部屋暗くしてコンコアみたいな。最近さ、化粧水変えたらね、一気にブツブツできたの。え、できてないよ、ね、じゃあここ。私は最近肌の治安が悪すぎて悩み見つかれてるんだよ。やばい化粧水はしなきゃもうパリパリしてきちゃう、なんか、乳液もね、しなきゃカサカサしちゃう。恋愛トークしよう、恋愛トーク好きな人いる人いないかい？あ、いるの？山崎健とか。あ、いるとか。それ以外で結構ね、ラブリーな男。ラブリーは、ラブリー、うん、そんな暇なんで。そんな暇ない。そんなに忙しいの？先生、そういうことじゃない、そういうことじゃなくて、だって放課10分じゃん。あ、そういうこと？放課10分？放課10分しかないじゃん。放課って何？放課って何？え？嘘。え？なん？放課後？休みかな？休みか。休み時間って言うよね。え？放課って何？放課。火がついた。放課10分しかないよねって。姫かなんか告られたって言ってたの、だいぶ。あ、あったね。聞いてくださいよ、本当に。中学校入ってから私何にもないんですから。何にもないんですから。告られたこともないし、そういう噂全く聞いたことないんですよ。びっくりじゃないですか。寂しいね。どういう人がタイプですか？面白くて、優しくて、かっこよくて、腹筋。あ、面白い要素もだってさ、山崎賢人くんもさ、思い浮かべていてるでしょ。え、だって山崎賢人くん、高嶺の花。私、芸能人だったら相川翔さんと、あと寺島進さん。そんな年上。顔が濃いからといって、阿部寛さんとかが好きなわけじゃなくて、サングラスが似合って、かっこいいやん、サングラスが似合って。あ、タモリさん。アリアお姫様扱いしてほしいみたいな。ちょっとね、お前とか言うよりは、お姫様とか言うよ。え、ちょっとそっちなんだ。重くない？ちょっと。いや、そんな重い感じじゃなくて、え、お前とかは嫌なの。阿部寛さん見たことある？お姫様。ね、本物？本物。マジ？どういうきっかけ？病院。
かしら。なんかこのグミさ、ね、赤よりオレンジの方が最初から多かったよ ね赤少ない。パッケージに書いてあるじゃないですか、味とか。2色しかないですよ。何ですかこの寂しい光景。殺風景。そっけない、そっけない、あ、そっけない。なんでそっけない、なんでそっけない。ハモリがマジで綺麗なんで、私指揮者行くわ。せーの。なんでそんなにそっけないのさ、そっぽ向いてさ、君の方から誘ったくせに、俺じゃないなら早く。まずめっちゃ音程外しちゃうんだけど。なんかいつもと違うと思う。楽しそうでしょ泊まりって、うん、え、あれ何バニーガール何の話したいの。食べてみな。なんか目つぶれてない。どう乗った、つぶれてる。ハロウィンとかクリスマスにお泊まりしたらね、楽しいかも。じゃあみんなやってみてね、はい、うん、はい、ということでゆるゆるな動画でした。めっちゃ楽しかった。ピンクルテのパジャマとかもこれマジで可愛い。可愛いから、もこもこなの、あったかい。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。